お疲れ様です。フランです。今回の動画はですね、高橋由伸選手使っていこうと思います。はい、今絶賛ね、OB 第2弾で高橋由伸選手来てると思うんですけど、僕ね、来ないと思ってスピ解放しちゃいました。で、まあ、正直ね、能力、全然変わらないし、なんならね、もう特殊しちゃってるんですよ。で、当たったとしても、またね、特殊しないといけないって考えると、もう4200で十分強いんじゃないかと思ってね、今回使おうと思います。まあ、改めてね、能力振り返ると、ミパが81の A 同値で、かつね、特殊で守備 A 乗るということで、でもう特殊完全に済んでます。はい、マックスになってて、超アーチ広角チャンスと、もう言うことなしですよね。はい、ライト最強一角の、高橋由伸選手。まあね、これをね、使ってね、打てないわけがないと思うので、その打力見せていこうかなと思いますので、早速ランク戦の方やっていきましょう。さあ1試合目ですね、よろしくお願いいたします。ちょ、打順はね、2番の方に入れております。まあ、チャンス発動しやすくなるんでね、とりあえず2番に入れてはいるんですけど、まあガチオーダーで起用するってなると、まあ、おそらくクリーンナップ3番あたりに入れるかなと思いますね。さあ、お相手のピッチャーが宮城投手。まあ、宮城投手もね、こういうフォームついててね、何気にストレートとか速いんで、使えるっちゃ使えるピッチャーですね。まあ、それでも打っていくんですけどね、僕はね。さあ、チャンスの場面。広角は？いやー、特能出ないか。まあ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 。さあ、集中していこう。これよ。まあ、そらね。え？お相手、由伸さんの打力にビビって切断しちゃいましたね。しっかり報告しておきますよ。まあ、そんなこと置いといて次の試合行きましょう。さあ、続いて2試合目ですね。よろしくお願いいたします。お相手の先発がね、山岡投手でね、僕の苦手なピッチャーなんですよね。一応ね、ここで苦手な投手僕言っておくと、山岡投手でしょ？外小葉選手マジで打てん。本当に俺にぶつけないでください、外川投手は。で、あと、侍の大谷と、あと誰だろう、噂投手か。この4人はね、マジで打てん。うん、張っても打てない。まあ、噂選手はね、なんとかツーシームで打てるんですけど、こういう山岡投手はね、二種系はマジで打てないんですよね。あー、もうマジ打てん。はいはいはい、なるほどね。どうしようかな、これ。張るしかないね。うん、でかいの張るか。いや、小さいの張っていこうかな。そうね、どうしてもね、カーソルをね、下に持っていっちゃうんよね。どうやったら打っていいんすか？打ち方教えてください、わかる人。まあ、そんな、でもね、打っていかないと。マジで無理。いやー、OB 第2弾ね、皆さん誰取りますか？まあ、僕はね、正直、ヤクルト純正民であるんですけど、八重樫さんは取らないかな。どうしてもね、古田さんの介護感っていうのが否めないんで、初登場だとしても僕は取らないかな。で、選択 A が多分2枚あるんかな。そこで僕は高橋由伸選手を2枚取って、今後のスピ解放用で突要員として持っておくのが、まあ、理想ではある。多分他の人もみんなそうなんじゃないかな。あと糸井さんとか。あと山崎武さんの中日版のスピ解放とか。そうね、ラインナップ見る感じ、やっぱスピ解放してる人向けなラインナップでもあるし、新規でも獲得したら十分強いラインナップでもあるっていう風な印象かな。まあ、リーグ勢はね、最新が一番いいんですけど、リアタイ勢からするとね、やっぱりスピ解放要員としての、取っていくよっていう人が多いんじゃないかなという風な印象は受けるね。よし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 、よく打ったわ、今。まあでも勝ち上げたかったな、今のはね。まあでもライン際に打ててるんでね。よしよし。いや、村上さん、えぐ。今、ボールか。いや、あそこの低めのラインめっちゃ難しいんですよね。なんかストライク球でも、そのボールエフェクトになったりするときあるんでね、結構難しいっすよね、打つのあそこ。打つのあそこってどういうことや。さあ、延長で高橋由伸選手が回ってくると、まあ、とりあえず1点入れられてるんで、
同点に追いついて楽な場面で由伸選手に回したい。塩見さん頼む。いやー、オッケー、ナイバッチン。さあ、とりあえず同点。いや、広角出らんか。まあ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 。ここで決めよう。さあ、2、3、何が来る？よし！これが高橋由伸の強さ。ちょっと締め悪いね。もう一試合。最後、もう一試合いこう。さあ、これ最終試合にしていきましょう。で、今更なんですけど、ランク戦入る前の間の、ちょっとしたなんて言うんだろうな、ま？みたいな映像、どうすかね？いい感じかな？もしよかったらね、いい感じだったら、皆さんコメント欲しいんですけど、ああいうのもね、ちょっとちょこちょこ入れていきたいなと思ってるんですよね。なんか、いろんな書の言うてるわ。いろんなその YouTuber さん見て、いや、いいなと思っててね、自分も何かしら入れたいなと思って考えて、あれ入れたんですよね。どうやろ？まあ、評判良かったら、ちょっと何パターンかのも作って、間に挟んでいきたいなって思ってますので、よかったらね、そこの部分もコメント欄に書いていただけたらなと思います。よし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 、ナイバッチン。さあ、ここ。これ最後の打席よ。どうしよう、盗塁しようかな、チャンス出したいし。いや、いいか。打たせよ、打たせよ、そのまま。よーっしゃー。ま、これが高橋由伸選手よ。強い。ほんとに、皆さん、マジで、取ってない人は取った方がいいです。あ。ちょうどいいかな。終わろう。ありがとうございました。